山口義之は日本の経済学者、立教大学経済学部名誉教授、中小企業サポートネットワーク、スモールさん主催、政策工房 JAA 代表、経済学者として全国各地で講演活動やメディア出演するほか、中小企業の視点に立った政策論の展開、及び中小企業経営者向けの勉強会などを行っている。 愛知県名古屋市出身。1974年、立教大学経済学部卒業、同大学院高期課程単位取得大学。東方学園短期大学専任講師、名城大学小学部専任講師、立教大学経済学部助教授を経て、2001年より、同教授、2017年より、同名誉教授。専門は、金融論、特に中小企業の視点から、 金融的な視点でマクロ経済を分析すること。車県に指示。研究分野は、インフレーション、貨幣資本の蓄積、金融肥大化、金融市場、金融不安など。2018年3月まで外務省参与として中小企業の海外展開、関東経済産業局、新連携支援政策の事業評価委員長として、中小企業連携支援に関わる。さらに、 中小企業経営者との勉強会を全国で開催するなど、自ら中小企業支援を積極的に展開している。メディアへの出演も多く NHK 総合テレビ、クローズアップ現代、同、先取り、テレビ東京、未来世紀、ジパングなど、多数の番組でコメンテーターを務め、BS11 の中小企業、ビジネスジャーナルでは、メインキャスターとして番組作りに関わっている。 2011年に NHK 総合テレビクローズアップ現代内で3000回放送を記念して行われた出演回数ベスト10ランキングでは第3位に選ばれた民間の政策立案組織である政策工房 j w a の代表として政策提言活動なども行っている金融学会信用理論学会経済理論学会ありがとうございます